はい、ということで皆さんこんにちは、浅岡修です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではスニーカーやファッションにまつわるレビューや店頭抽選の様子を中心に、バンドの音楽活動、食や旅といった幅広いカテゴリーの動画をお届けしております。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日はニュージャージー編後編でございますね。前編はですね、ウッドベリーコモンだったりウェストフィールドというですねモールとアウトレットを回った回でございましたが、後半の今日はちょっと治安の危ないアンナ町やもう一つねアウトレットなんかも行こうかなというふうに思ってますんで、こちらもまた盛りだくさんな内容ということで楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。で、今回のオープニングはですね、ちょっとご紹介したいものがございまして、実はですね、僕ニューヨークに行く際にですね、お財布をですね、とあるメーカーさんからいただきまして、これね、前ね僕も使わせていただいたお財布というか、まあ、マネークリップなんですけれども、こちらのですねストラスさんというですねメーカーの方からこちらいただいたわけなんでございますけれども、僕ね普段サンローランのねマネークリップを使ってるんですけれども、海外行く時ってあんまりかさばる財布嫌なんですよ。もうほんとポケットに入ってさっと出してさっとしまえるようなですねスタイルが、まあ防犯的にもいいですし、僕はね国内と海外では分けるようにしてるんですけれども、まあ、以前ねカードも入るマネークリップということで個人的にもですね愛用させていただいたんですけど、今回ご縁でなんと海外用にですね、今回はレザーのですねマネークリップをご提供いただきました。で、こっちの方にねカードとかが入るようになっておりまして、僕はね今4枚ぐらい入れてるんですけど、こんなにねスルッと落ちることもなく気持ちいい感じに収まってまして、プラスしてねここに For Overseas という風に書いてありますが、僕はねこれを海外用にしたかったので、このね海外用という印字をさせていただいたんですが、自由にねあの文字を決めて自分の名前とかも入れられるなってるサービスがございますんで、まあ、もしねマネークリップとか探してる方すごくね使いやすいので、ぜひ参考にねしていただければなという風に思ってます。これはもうめちゃくちゃこっちで活躍しております。ということで、こちらの財布とともにですねニュージャージーの後編もお届けしていくわけなんですが、今回とあるものを購入いたしましたので、ぜひ楽しみにしててください。それでは後編スタートです。さあ、ということで続々お届けしているニュージャージー編でございますけれども、次はですねかなりローカルな場所にやってきました。見てください、郊外にあるね大きい、なんて言うんだろうな、ここ、この規模のねショッピングエリア結構あったりするんですけど、その中にですねスリフトショップがございまして、スリフトショップっていうのはまあ割となんて言うんですかね、ハードオフみたいなこのリサイクルショップ的なところで、古着屋とかよりかはなんかほんと雑多に置いてあって、選べば宝物があるかなというようなですねお店があるんですけれども、それがこちらでございます。はい、ドンということで、こちらバリュービレッジというスリフトショップですね。行ってみましょう。こんな感じで一面リサイクルショップですよ、これ。ドドーンって。もうほんとね、雑多に置いてあるんです。ただ、めっちゃ安いんですよ。6ドルとかなんで、ほんと1000円以下でバコバコいいのが手に入るって感じですけど、物を選ばないとね、なかなか例えばじゃあヤンキースでまとまってるとかそういうこともないですし、普通にね、あの体操着のお風呂みたいなのも売ってたりするので、まあ、しっかり選んで見ていくって感じですよね。ショーツもこんな感じで、ドガドガありますね。こんなアロハシャツとかも、だいぶ可愛いですね。おー、ジョーダンだこれ。みんなどん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 ディグっております。スニーカーとかもこうやってね雑多に置かれてますね。あんまいいのがあるかというと、まあまあほぼほぼないかなっていう感じですけどね、スニーカーに関しては。こういうねリーバイスのデニムとかも509いろいろあるんですよね。こういうとこでねカーハートのねパンツとかいいのあると最高なんですけどね。こんな感じでいろんなパンツがあります。わー、ラングラーもありますね。これが9ドルとかですからね、安いですね。なんかダックのパンツとかあったら欲しかったんですけどね、ないな。 T もねかなり種類あるんですよね。このタンクトップはフルーツですね。これは本当に宝の大きな砂場から一つ見つけるみたいな作業なんですけど、これがまた楽しいですよね。まあこれいいなってのは本当ワンラックに1個あるかないかって感じですよね。ほんとね、学校の体育で使ってましたみたいなのもいっぱいあるんですよね。アイアンマンのやつがありますよアンダーアーマーですね。こういうタイタンス NFL のジャージとかも売ってますね。これ19ドル。こういうジュエリーとかもいっぱいあるんですよね。さすがにニューエラの掘り出し物とかはないかな。これはバックヤードですね。あっちで全部ほどいて洗濯してこっちに出してくる感じです。こうやっておもちゃとかもねスリフトにいっぱいあるんですよね。わお、キャプテンアメリカですね。ぬいぐるみとかもいっぱいありますよ。ほら、こういうコーヒーメーカーとかもね、ほんとハードオフって感じですよね。リサイクルショップなんで何でもあります。服だけじゃない。さあ、ということで移動してですね、こちらニュージャージーのですねちょっと治安が悪いこのパターソンというところに来ましてですね、ちょっ
っとここはフルトンストリート同様あんまりカメラを持ちたくない感じの街なんですけれども、ここもね結構スニーカーショップとかで、今ねマイフィッテッツがここにあるんですけど、マイフィッテッツは閉まってましたね。いやーちょっと結構ねキャップショップ回ってるんですけど閉まってるとこ多いですね。なんですけどちょっとスニーカーショップあるんで寄ってきましょう。はい、こちらマジックスニーカーズということで、リセールじゃないですね、ここは多分リテールショップですね、正規店ですね。行ってみましょう。はい、ドーンということで、結構ねいろんなメーカーもありますけれども、このプロモデルとかもめっちゃいいっすね。淡いブルーのプロモデル、これは100ドルって書いてありますね。これすごい綺麗。ネイビーのスーパースターもかっこいいですね。ここ面白いですね、いろいろ本当にザックバランに置いてますね。わあ、この紫のトップ10もすごいかっこいい。これ90ドル、おー渋いですねこれね。あ、このオレンジのトップ10も見たことないな。この2つなかなか渋いですね。つま先のスウェードの入れ方とかも非常によろしいですね。これなんかこのお店はプロモデルがいっぱいありますね、なんだか。はい、ここナイキゾーンですね。これ何のジョーダン1だろう、ズームかな、ズームエアのジョーダン1かもしれないですね。これは13のローですね。さあこちらもキャップが結構豊富にありまして、これも見ないですね。リーブロのブルックリンネッツがありますね。これも相当ありづなくありますね、かっこいい。すごいですねここは、本当いろいろ豊富ですね。リーブロ行っときます、これもいいですね。サンディエゴパです。これ相当いいですね。フロリダマリンズ、スバウラとんでもない色ですねこれ。すごいな、これも買っていきますか。このパイレーツもかなりイケてますね。これは行っときましょうか。こういうところに掘り出し物がいっぱいありますからね。ここでも何個か仕入れさせていただきました。ここにはプロレザーのレッドと UNC ありますね。この中ではこのプロモデルが一番欲しいですかね。さあということで、お次はこちらのフットロッカーが向かいにあったんで行ってきましょう。はい、こんな感じですね店内。そんな大きくはないですね。ナイキはこんな感じでも、やっぱそこまでこれだっていうのはなさそうかな。まあ、フラックスのエアホースワンとかハイが置いてあるんですよ、ここで。このやたら重いエアホースワンとか、そうっすね。あとはマップラとかエアマックス系が多いですけど、ここはプーマニューバランス。ここにないな、ここちょっとしょぼいですね、何もないって感じですね。さあお次はこの並びにあったスナイプスですね。これもスニーカーショップとかキャップとかいろいろありますね。行きましょう。ここは結構店内広いですよ、ドゴーンとありますけれども、ここはナイキですけど普通にブラザーフットが置いてありますね。これは定価なんで普通にあれですね、正規店リテールですね。うわ、この90もかっこいいですね、グレーのイケてる。でここにはトータルマックスアップテンポが129セールでありますね。ここはアディダスって感じですね。真っ白フォーラムがあります。レジの後ろにキャップがいろいろありますけど、ここそんなにないかな。さっきの方がありましたね。これもすごいですね、全チームのロゴが入ったスタジアンですね。これド派手ですね。ブルックリンネッツのスタジアンとか、あとヤンキーズのスタジアンもありますね。さあお次はこちらのスニーカーズエクスプレスという、ちょっとリテールかリセールかわかんないですけど行ってみましょう。さあこんな感じでリセールの感じですね。ここはね AJ1 とかもブワーってありますね。この AJ2 のシカゴもいいですね。ここは意外と品ぞれも豊富ですね。ユーズもあるんかな、シュリンク貼ってないのはなんか汚い。ユーズもありますね。フォースワンもずらららら、これはトランプのフォースワンですね。12はでけえよ。ここでもこういうとこ入るとマイナーなモデルも多くて面白いですね。まあ値段もね、ダンクで325とかなんで、まあ安くはないですね。ここもね、このリビリオネアもありますね。400高えな、ここ高えわちょっと。さあということでお次はこちらの、ここはリテールっぽいですね、正規店っぽいです。行ってみましょう。はい、店内こんな感じですね。結構スニーカーも豊富にありますよ。これこんな感じですね、ラインナップは。チューンドマックスとかが入ってくるあたりがちょっと新鮮ですね、今までのショップと違う。これもめっちゃかっこいいな。ここら辺はジョーダンも、おお、2のスウェードとかあるんですね、これかっこいいですね。しかもセールなんですけど、これここにジョーダン2のね、スウェード、黒スウェードとかがありますね。なんか見たことないジョーダンとかあるから面白いですね。ここはブレザーとかフォースワンとかする、なんかフォースワンもめっちゃいっぱいあるな。こういうティファニーブルーのエアフォースワンとか、こんなん出てたっけな、なんかこれもそうだな。
これもなんかちょっと通しがラメっぽくなってたり、いや面白いね、やっぱこういうところに来るといろいろ見たことないのが出てくるんで面白いですね。裏にキャップとかもいろいろありますけど、そんなに割と温泉寄りなものが多いですかね。はい、街の様子はねこんな感じですね。下町っていう感じなんですけど、ちょっとやっぱり治安は悪いですね。街の様子が全然違います。だいぶボリューミーだと思いますけれども、今日ねここニュージャージー編は最後ここ行って終わりかなって感じなんですけど、ここもね2年前僕一人で来たところなんですけれども、今回はみんなでということでこちらでございます。それがこちらでございます。ザ・ミルズ・アット・ジャージー・ガーデンズというですね、まあ基本はねアウトレットなんですけれども、中にはねリテールショップなんかもあるようなところですね。さあ入っていきましょうか。いやもう今日は歩きまくってますね。さあ入ってきました。こんな感じですね。まあモールっぽいような雰囲気なんですけど、結構ナイキとかねいろいろ入ってるんで、閉まる寸前、あリッツもあるわ。もうちょっとね閉まる寸前なので結構土砂回りしていかなきゃって感じですね。はい、こちらリッツもありますね。ここちょっと見てみましょう。ここのねリッツめっちゃでかいし、ユニフォームめっちゃ充実してるわ。あとはねニューエラのヤンキースのね T シャツとか、結構ここアパレル類すごいな。ここはねキャップのねカスタムサービスもあるんで、好きな刺繍を入れられることになってますね。ヤンキースのね、あメトロのエンパイアステートとか、ここめっちゃ面白いなこのリッツ。肝心のキャップも結構豊富にありますね。これはねニューエラではないんですけれども、結構クラシックなデザインが多いんですよね。ニューエラはここら辺ですね。目立った別注があるって感じでもないですけど、ここはジャージが多いですね。このチャンピオンズって書かれたねヤンキースのこれスタジアムみたいな感じですけど、見てください、サイドパッチが全部ドラーっとドラーっとありますので、後ろがまたかっこいいのよこれ。ドーンワールドチャンピオン、これいいですね。このヤンキースのジャージとかもかっこいいですね。これ1956年のサイドパッチがドーンと入ってる、これミッチェル&ネスの T シャツですね。いやーちょっとスタジャン系もかっこいいのばっかで欲しいのいっぱいですね。残念ながらナイキは閉まっちゃってましたね。さあお次こちらコンバースですね、行ってみましょう。はいドバーン、ここは割とこじんまりですね。ウッドベリーに比べると、この CT のローのバーガンディもこれかっこいいですね。マスタードカラーが入ってますね。で白黒のハイですね。こちらが白のローと黒のロー。他ここら辺はオールスターですね。わあこれ活かすな、プロレザーの。これ最高にかっこいいですね。結構ねコラボの CT とかもブワーってありますね。これ NBA ジャムって書いてありますけど、これ安くなってますね。またこのプロレザーありますね。このプロレザーも相当派手ですねこれね。ここら辺もちょっと CT っぽい感じですけど、モデル名は違うな。わあここにポケモンがあります。ポケモンの着テール、ちょっと日本じゃ履けないですね。やっぱでもこの黒の CT は一足買おうかな、自分用にちょっと履いてみようかな。もうねなんてことないですけどね、でもこのラバーのツヤとかすげえかっこいいんだよな。かっこいいなぁ、どうしようかなぁ。めっちゃかっこいい。なんかこの黒もねちょっとヴィンテージっぽくてかっこいいんだよね。ハイもかっこいいしなぁ。でもなんか黒に惹かれるなぁ今回は。まあこれはねアウトレット価格じゃないので、まあマンハッタンの、まあ、双方のフラグシップ行って買えばいいかなぁ。どうしようかなぁ、どこにでもあるんだねこれは。さあお次はこちらにですね、果たしても新しいここリセリアですね。前来た時なかったはずだなぁ。ちょっと入ってみましょう。ショータイム、すっげえ品出たなここ。でも割と最近のが多いかな、 AJ1 にしても。こっちはダンクですけど、どんなもんだ。250、これ GS だな。メンズは奥かな、メンズはこっちでした。ドカーン、クロッドフォースワンで550、まあ、安くはないですねやっぱりね。多分チェーンなんじゃないかな。パターも325、あのブルーのマーテンは500か。このマーテンは可愛いんですよね。これ J6 も450が高えな。こここのシルバーとは350ですね。
でメタリックブルーが400、まあ、これ400はまあまあモカとかで700ぐらいですね。他はサイズごとに価格は変わってないですね。トップ3750、これもだいぶラメっちゃってますけどね。もう10で550か、まあまあまあいい感じですね。おお、これセントパトリックデーの43250、豚425。いやーこれ欲しいんだけどな。このパープルめっちゃ可愛くないですか。ウィメンズなんですけどね、最大500か、チート高えな。うん、でもまあ面白いですね。あまり昔のはないですけど、こういうちょっとしたモールとかにもバンバン入ってるのがカルチャーを感じますね。さあお次こちらもまたリッツなんですけど、こっちの方がキャップとんでもない量ありますね。これすごいぞ。ここはすごいな。さっきはユニフォームって感じでしたけど、ここはキャップですね。ドカ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 。これもすごいな。なんか 3D メガネとかで見たら立体的に見えそうな、ガチャッとしてますね。ドカーン。ここら辺はもうオーセンかな、オーセンのヤンキースとかで。うわー、ここら辺のヤンキースも渋いですね。これブルーバイザー、あーこれ古いですね。1951年だもん、相当古いです。うわーこれいいわー、これジャッキー・ロビンソンのブルックリンのって、これめっちゃイケてんな。これラストワンだって言ってました。結構こっちはね、こういうフロントだけ白いとか、こういうねカスタムもいっぱいあるんですよね。こっちでやっぱこのねカスタムがすごいありますね。今リアルタイムに打ってるんですよね、刺繍で。すごいですね、これが当たり前なんですよね。こっちは日本も原宿店とかであるのかな、日本もあるとこあるんですけどね。うん、ここら辺は全部すっげー渋いですね。グレイズもかっこいいな、これホームステッドグレイズ、渋い。ハーレムグローブトロッターズ、知らねー、これ相当怖っすね。せっかくなんでこいつ買って刺繍入れてもらおうかなと思います。これなんてメーカーなんだろうな。サイズはちょっとニューエラ表記と同じです。かっこいいクラシックで、カスタム料金は15ドルらしいです。結構高いですけどね。でこの中から書体選んでこの中に入れると。せっかくなんでサンプルズって入れようかな。今見てください、サンプルズって入ってますね。うわーすごい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 、これは面白い。わーお、これは面白いな。これ日本のポップアップでやりたいな、これ。さあということで今からね、僕のカスタムをこの姉ちゃんが叩き込んでくれます。やべえ、これは上がりますね。このサービスめっちゃいいな。サンポーズすごいね。これこのお姉ちゃん優しいんで、僕がブラックって言ったら、このデフォで置いてあるブラックじゃなくて、このキャップに使われてるブラックはこれだよということで、ちゃんと今糸を変えてくれてます。わーお、おーおー、ちなみにこのザ・ミルズにあるリッツが、この刺繍ではなんか全米で5番目に売ってるみたいです。この刺繍だけなのか、それともキャップなのかわかんないんですけど、全米で5番目に売ってるよとあの姉ちゃんが言ってて、だからうちは2台あるんだって言ってましたね。アロットオブマニーって言ってました。はい、ウー Thank you Thank you so much。Thank you! サンプルズ、うわー来ました、サンプルズ。ちょっと書体は潰れ気味ですけど、いいじゃないですかこれ。これは嬉しいわ、こりゃいいわ、めっちゃいい。このカスタムサービス最高だな。ということでですね、ニュージャージーのアウトレット、ちょっとね閉まってるとこ多かったんで、もしかしたらもう一回ねリベンジするかもしれないですけど、このねサンプルズって入れた、ね、キャップも手に入れたところでですね、今日の飯テロといきたいと思うんですが、今日はですね今ニュージャージーのコリアンタウンですね、韓国人街の方に来ましてですね、今日は韓国料理をいただきたいと思います。はい、こちらですね、絹豆腐専門って書いてありますけれども、読めません、店名全く分かりません。行ってみましょう。店内はねこんな感じですね。なんかねビビンバとかね、コリアンバーベキュー、ここねスンドゥブが有名みたいですね。ソフト豆腐ラーメン、どんということで来ました、突き出しです。突き出してるな、突き出してみんな突き出てるか。
みんなご飯が来て、これはね、突き出しですね。美味しそう。うまっ。はい、どん。ということで、今回はこのスンドゥブをいただきたいと思います。これね、ミックスなんで海鮮も牛も全部入ってるんですけど、グツグツですね。はい、あ、うめえ。これはうまいわ。うまっ。うわー、すごい。なんすかこれ、すごい肉。やばいの来ちゃいましたよ。社長自ら切っていただいております。いいですね。ということで、帰りにですね、せっかくなんでということで見てください、来ました、タイムズスクエア。ちょっとね、一人旅の時にも来れてなかったんでお見せしたいと思います。はい、どーん。もう10時過ぎぐらいなんですけど、もうこんだけ明るいんですよ。やっぱタイムズスクエアすごいね。いやはや、いやはや、いやいやいや、ここはすごいとこだよ。もうこれ電飾でこんだけ明るいんですからね。さあ、偽物のスパイダーマンとエルモとミニーがいます。これが名物ですね。あの、写真撮った瞬間1ドルとか言われますね。さあ、ということでニュージャージン編後編いかがでしたでしょうか。シャラーンということで、最後のですね、ミルズのですね、リッツで購入したこちらのですね、キャップなんですが、こちらニューエラではないんですけれども、このね、後ろにサンプルズという刺繍を入れまして、リッツがですね、やってる、まあ、カスタマイズサービス、刺繍のサービスなんですけれども、これはかなりプライスレスですね。何でもいいんですよ。あの、自分の名前ももちろん入れられますし、書体もいろいろ選べますし、買ったね、キャップ自体はもう皆さんでも買えるようなものでも、やっぱりワンポイント刺繍入るだけです、まあ、かなりですね、思い入れも変わってきますし、僕もね、これちょっとあのずれたりちょっと、仕事洗い目かななんていう風に思ってるんですけれども、まあ、そこも含めてですね、非常に思い出も残るようなですね、カスタマイズサービスでございます。やっぱこっちはカスタマイズ文化がすごく浸透してますね。やっぱり他の人と被るよりかは自分しか持ってないものということでですね、こちらサンプルズ入れさせていただきまして、初キャップかな、ニューヨーク来て、でございますん でその他にもね、古着屋さんだったりだとか、あとパターソンは結構怖かったですねやっぱ街の雰囲気が全然違うので、すごいジロジロ見られますし、まあでもああいったね、ローカルタウン行ってこその我々の動画だというふうに思ってますんで、ああいうシーンもね、どんどんこれからも組み込んでいきたいなというふうに思っております。街ごとにね、スニーカーの在庫も違いますし、まあキャップもね、しかりなんでございますけれども、面白い。もうどこ行っても何かが違うんで、すごい面白いですね、やっぱニューヨークはね。ということで、まだまだドープなスポット巡っていきますんで、ぜひ楽しみにしててください。それでは、今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ムービーじゃねー。